皆さんこんにちは。かつて東京ヤクルトサローズで活躍し、当時の監督である野村克也さんのイズムを自身の指標としていると述べている石井一久さん。石井一久さんは1973年9月9日生まれ、千葉県千葉市若葉区の出身です。1991年に東京学館浦安高校からドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団し、その後はメジャーリーグのロサンゼルスドジャース、ニューヨークメッツを渡り、日本球界復帰後は東京ヤクルトスワローズ、そして最後は埼玉西武ライオンズで現役生活を終えました。現在は東北楽天ゴールデンイーグルスの監督を務めています。現役時代は多彩な変化球で相手打者を翻弄させる投球スタイルで数々の実績を作ってきた石井一久さん。全盛期の頃は石井一久さんは完全無双をしており、登板すればほぼ高確率で勝利してくれるといった感じでした。その活躍ぶりから当時は女性人気もかなりありました。そんな石井一久さんですが、2000年3月にアナウンサーの木佐彩子さんと結婚したことは世間を賑わせました。超絶お似合い夫婦ですが、そこで2人が付き合い始めたきっかけなどを調べてみました。木佐彩子さんがご主人である元プロ野球選手の石井一久さんと初めて出会ったのは1994年のことでした。青山学院大学時代の同級生が自宅で開いたパーティーでのことだったそうです。当時はお互いに特別な感情を抱くことはなかったそうですが、それから3年後、木佐彩子さんはアナウンサーの仕事を通じて球場やテレビ局で石井一久さんと顔を合わせることが増えていったそうです。一緒に食事に行く間柄となり、惹かれ合ったお二人は前向きな交際を始められることになったのだそうです。木佐彩子さんが石井一久さんを結婚相手に選ばれた決め手は、石井一久さんが持つおっとりした雰囲気とのんびりとした独特の空気感、そして常に気持ちが安定していることに精神的な支えを感じられたそうです。1997年頃の木佐彩子さんといえば、フジテレビの看板アナとして早朝の目覚ましテレビ、夜のプロ野球ニュース、土曜の生番組、その他にもバラエティ番組数本に出演するといった超多忙な日々を送られていました。常に時間に追われ多忙を極めていた木佐彩子さんが、石井一久さんと一緒にいる時はとても落ち着くことができたようで、精神的なところで誰かに頼りたいという木佐彩子さんの願いを叶えてくれたのが石井一久さんだったとのことです。このようなエピソードから、石井一久さんは木佐彩子さんにとって必要不可欠な存在だということがわかります。また二人とも仲が良い夫婦でとても有名ですが、お互い相手に対して不満を感じることはあるのでしょうか。調べてみたのですが、お互いどうも不満に思うようなことがあまりないようです。特に木佐彩子さんは石井一久さんに対して子供だなと感じる時が多いようで、こう考えるに至ったと言います。やってあげることも多くて、後半は子供、長男だと思って接していたんですよ。そうするとね、何一つイラッとしなくなりますよ。しかも給料持って帰ってくるんですよ。子供なのに稼いでくるっていう、としています。夫婦円満の秘訣かもしれません。結婚してから20年以上経つ石井一久さんと木佐彩子さんですが、子供が2人います。そのうちの1人の名前は石井寛太さんだと分かりました。現在は20歳を過ぎた大人になりましたが、普段はどんなことをして過ごしているのでしょうか。まず石井寛太さんの性格についてですが、木佐彩子さん曰く父親に似て温厚な性格だそうです。小学校から青山学院に通っていたそうで、それから小学校にあたる初等部から大学までエスカレーター式で進んだそうです。父親のイメージもあって石井寛太さんも野球をしているのか気になるところですが、高等部の頃に野球部に所属していたことが当時の公式ホームページで確認できたそうです。進学した青山学院大学では軟式野球部に所属していて、チームでもナンバーワンの身体能力の高さがあったと言われています。ちなみにサウスポーだった石井一久さんと違って石井寛太さんは右投げだったそうです。結婚生活を順風満帆に過ごしている石井一久さん、20年間の間で夫婦喧嘩もほぼしないほど仲が良いとのことです。そんな石井一久さんですが、木佐彩子さんと結婚する前は神田うのさんとの交際が噂されていました。神田うのさんはモデルや実業家として活躍しており、交尾者で世間では嫌われキャラとして有名でした。一方で美しい女性であることは間違いなく、きっと嫉妬していた人も中にはいたことでしょう。実際石井一久さんと神田うのさんは本当に付き合っていたのでしょうか。調べてみるとどうやら本当だったみたいです。神田うのさんがしくじり先生という番組に出演した際に野球選手と付き合っていた過去を暴露したことがきっかけでした。
神田うのさんは石井のどこが好きと聞かれて体と本音を言っていました。神田うのさんと別れた後、久彩子さんと結婚して自分が読み捨てた雑誌を読む女がいるんだねと暴言を吐いていたくらいなので、付き合っていたのは確実です。2014年に当時40歳だった石井和久さんが TBS 系さんまのスーパーからくりテレビに出演した際、力の抜けた姿勢で現役生活を振り返ったことがあります。野球にあまり興味がないと言いながらも日米4球団を渡り歩き、通算182勝をマークしました。2002年9月8日アストロズ戦で打球が頭部に直撃し、頭蓋骨の亀裂と尾骨の骨折を負いました。しかしその際気にしたのは自身の選手生活よりもオフのことでした。オフまで1ヶ月までしかないわけですよ。シーズン野球頑張ってきて、オフは遊びですから。心配に思ったのはサッカーできるかなということと、プロ野球選手らしからぬ不安を抱いたのだと言います。と同時に、ちょっと常人では思いつかないようなことを想起するあたり、石井和久さんのど天然ぶりを見ることができます。そこで医師に尋ねたことは、僕はサッカーできるのかということだったそうです。すると、できるけどヘディングはやめろと真面目にアドバイスされたことを明かしました。2013年限りで現役を引退しましたが、人生80年じゃないですか。もうちょっと早くやめていれば人生残り50年あったと、独特の人生設計を披露していました。今年もプレーできたか問われると、やれたと思いますけど、気持ちがまた1年やると人生が遅れちゃうと、真剣な眼差しと同時に冗談抜きで話していました。2021年コロナ禍でも無事に開幕を迎えたプロ野球のシーズン、制限はあるものの観客を入れて試合ができることになり、選手たちの顔色は明るい状況が見て取れました。前年は変則的なシーズンだったため、2021年にかける思いは強かったようです。各チームに新たな顔ぶれが加わっている中で、最も注目されているのが東北楽天ゴールデンイーグルスでした。メジャーリーグで活躍していた田中将大投手が復帰するのに加え、ゼネラルマネージャー GM 兼監督として石井和久さんが現場に帰ってきたことです。開幕戦を見事な勝利で飾り、出だしは好調でした。前シーズン東北楽天ゴールデンイーグルスは4位と振るわなかっただけに、ファンの応援にも熱が入っていたようです。田中将大投手は8年ぶりの東北楽天ゴールデンイーグルスの復帰です。メジャーリーグで実績を残していましたが、ヤンキースから FA になって日本に帰ることを決断しました。日本では30連勝という輝かしい記録を残していますから、チーム力が大幅にアップするのは間違いないと見られていました。1月に開かれた田中将大さんの復帰会見の際、石井和久さんはすでにエースの心をつかんでいる様子だったといいます。会見で石井和久さんは田中将大選手のことを将大と下の名前で呼んでいました。その後で、今は日米通算で僕の方が勝っているから下の名前で呼んでいます、抜かれたらねえねえ田中くんにしますと言って会場の笑いを誘いました。ジョークに交えたように、石井和久さんも投手としてメジャーリーグでプレーしていたのだ。ドジャースとメッツで選手生活を送った後、日本に帰ってヤクルトと西武で投げました。引退後は吉本興業に契約社員として入社しましたが、2018年から楽天の GM に、監督になるのはこの時が初めてです。そんな石井和久さんに地元仙台のファンも期待を寄せていました。テレビのバラエティ番組にも出演していた石井和久さんは、芸能界にも人脈があります。中でも嵐の相葉雅紀さんとは親密な関係だったそうです。開幕戦を前にした石井和久監督の左腕にロレックスがありました。サブマリーナーという高級腕時計で、石井和久さんが生まれた1973年製だったそうです。これは相葉雅紀さんを含む有志から贈られたものだったといいます。2016年に相葉雅紀さんがラジオ番組で石井和久さんのことを話していました。当時中学生だった石井和久さんの長男がサンマが食べられないと聞いた相葉雅紀さんは、食べ方を教えてあげたそうです。同じ千葉県出身ということもあって、家族ぐるみの付き合いだったといいます。人生で最も大きな買い物をやり取りするほど信頼関係も強かったようです。石井さん一家は都内の一等地にある高級分譲マンションに住んでいました。2013年に手放したのですが、実は夫妻からこの部屋を買い取ったのが相葉雅紀さんだったといいます。かなりの高額物件なので、信用している相手でなければ取引はできません。2人は親密な部屋友ということになります。いかがだったでしょうか。今回は石井和久さんの私生活とこれまでの経歴について見てきました。野球が全てではないというところが石井和久さんらしさであると思います。
人生プランの中にたまたま野球が存在していたという感じなのでしょう。近年、東北楽天ゴールデンイーグルスの成績が芳しくありません。崖っぷちではあります。ノムさんから相葉雅紀さんまで、誰からも愛される人たらしな石井和久さん、おっとりキャラが東北に夢を届けてくれるのはいつ頃でしょうか。今期の動向を見守りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。